おはようございます。ジュエリー根本の根本光井でございます。今日はですね、11月の5日火曜日になってますね。今日はですね、なんと僕の大好きなラーメン屋さんがお休みです。残念。もうね、昨日ね、祝日だった、祝日の振り替えだったの ?4 日って、だったじゃないですか。なので、てっきり日曜日っていうかね、祝日のいう感じになってて、もう今日月曜日で今日やってるよな、みたいな感じだったんですけど、がっつり落ち込みますよね。まあ何を食べてもいいんですけど、でもね、ラーメンはそこのラーメンは好きなんですよ。やっぱ馬が合うっていうかね、馬が合うっていうか、こう、なんて言うんだろうな、また食べたくなるっていう。最近ね、ちょっと1週間ぐらい行ってないんで、あれなんですけど、だいたい1週間にね、1回から2回っていうペースなんで、まあ、3日に1回ペースっていう感じですか。なので、いかんですね。十分いかんですね。よくラーメンね、ラーメンが好きって言われるんですけど、いや、ラーメンが好きじゃなくて、そこのラーメンが好きという話でございます。まあね、いやね、そうだ、今日火曜日って今言って思い出したよ。そんな感じ。まあほんとね、今日ものすごいいい天気なんで、雲一つないですね、今のところ。いいな。なんかこういう時に出かけたいな。いつもね、なんか雨男じゃないんですけど、結構晴れの確率が、勝率悪いですよね。結構雨降っちゃったりするんで。もう出かけるっていうだけはね、あれですよ。ちょっと雨っていう場合が半分ぐらい。皆さんもそんなことないでしょうか。まあね、ほんと早いもんですよ。まあちょっとね、11月もね、今日5日なんですけど、4日間まあサボってたわけじゃなくて、4日間ちょっとね、車が違ってたり、出かけるとこが違ってたので、まあこうやって撮れなかったんですけど、まあいろいろね、僕もやってるんですわ。なんだそれって。まあいろいろね、いやまあ学校関係とか、まあもちろん仕事もありますわ。そういった方々でね、なんかやんなきゃいけないみたいなのがありまして、やったんですけど、まあね、いろいろ、ほんといろいろね、大変ですよ。でも今日5日でしょ ?11 月もあと5日で。もうちょっとすると、もうカレンダー2枚じゃないですか。もうちょっとするともうクリスマスで、もう年末年始みたいな話ですよね。あっという間ですよ。これ恐ろしいですよね。どうしましょうったらどうしましょう。いやーほんとね、もう嫌になっちゃう。もうこんなすごいよね。まあね、それはそれでいいんですけど、まあというところでね、今日も僕は水戸の方におりますんで、何かあったら言ってください。では今日の心がけです。気を引き締めて行動しましょう。なんだ?気を引き締めて行動しましょうということで、何が起こるかわからないんですね。ね、本当目の前にね、突然隕石が落ちきたりみたいなことはないでしょうけど、いやただまあ実質ね、何が起こるかわからない。3.11 というかね、東日本大震災の時もそうだったじゃないですか。あんなことが起こり得るとは思わなかった時に、こうガッツリガッツリね、起こっちゃったりしたので。そういう意味ではもうね、気を引き締めてないと、まあ何でしろね、なんですか、まあ予備策って予防策っていうのを取りながら、一歩前の一歩先のことを考えながら動いてないといけないなっていうのは感じますよね。まあ万が一これがこうだったらみたいなね、ことで、皆さんも動かれてはいかんかかななんていうふうに思います。はい、まあ、今日はですね、僕ジュエリーをつけてもないんだな。今日ね、ちょっとね、作業があるって言ってね、まあ、ほんとそれも気を引き締めないといけないですよね。まあ、もうぼちぼちね、ほんと、あれですね、全国的にこう、クリスマスの雰囲気になりますよね。よくなんか、ディズニーランドの装飾が始まると、みんなそこから一斉に始まるなんてね、いう風なお話になるんですけど、まあ、うちなんかでもね、ちょっと、クリスマスツリーちょっと早めに出そうかななんていう風に思ってますので、今日はそんな準備をしながらね、一日過ごしたいという風に思ってます。まあ本当こんなねいい天気なんですけど、僕は中におりますので、たまにはねこういう時に出かけたいななんて思いながらおり
ます。まあね、本当今日も一日ですね、皆さんが心豊かに宝石以上の輝きを持ってキラキラとねした一日になりますようにお祈りしながらスタートしたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。